じゃあ人の大きさがあるんで、化け物かもしれない。交通の趣味部屋へようこそ。また久しぶりになっちゃいましたね。結構空いちゃったね。今回はね、ワンピースでございます。はい。ということで、こちら、ちゃんとね、B 賞、ソロフィギュアということでね、一番くじ、結構まあ時間経っちゃったけど、こちらのね、なんだっけ、ここの一番くじワンピースザベストエディションっていうね、なんか人気投票みたいなのをやって、それのね、上位のキャラクターがフィギュア化されるっていうことでね、それの、2位がね、ゾロ、1位がルフィでしたね。はい。見事、2位に輝きました、ゾロが、フィギュア化されたんでね。いや、良かったですね。自分の一番好きなキャラなんでね。いやこちらもね、ちょっと出来がいいんでね。別にこれね、一番くじ引いて当てたわけじゃないんですよね。引いて当ててたら、多分ね、その場ですぐ、実況動画撮ってたと思いますが、これはね、中古で手に入れました。はい。まあ一応未開封っていうことなんでね、まあざっくりとね、まあ、この外観を見てだけ見ただけですっごい造形美。いいね、作りがね。うわこの迫力あるね、やっぱね、ゾロは。はい。ということでね、とりあえず多分ブリスターに入ってると思うんで、またブリスターのところまで持っていきます。はい。はい。ということでね、ブリスターの状態まで持ってきましたが、結構やっぱ大きいね。いや、思ってたより大きいな、これ。この時点ですげえかっけえ、やっぱ。これどのぐらい大きさなんだろうな。グランジスタよりはないか、MSP ぐらいかな。いや結構でけえな、重い、しかもね、であとね、なんか像だけもわかんないけど、一応ね説明書が、付属してますね。はい、組み立て図ではね、早速、開封してね、組み立てて、細部を見ていきましょう。はい、開封してね、組み立て終わりました。見ていきましょう。はい、こちら。はい、まあね、この状態じゃ分かんないよね。いや、台座、つけてんだけどね、50%全然立たないね。自立しないじゃんこれ。はい、ちょっと押さえないとダメだな。はい、こういう感じです。いやかっこいい。もうこの時点でめっちゃかっこいい。もうね、この血管の筋、この血管の筋とかすごいやばくない、これ。うわー、リアルに作られてるな。もう筋肉美肝心のね、顔もすごいかっこいいね。スマイル検知するぐらいだからな。目がね、やっぱこう特徴的だね。やっぱね、こう睨みつけるような目、もうすごいね。もうさっき立ってますよ、このゾロ。いやー、これはかっこいいな、このゾロ。いやー、これはちょっとね、自分あんまり、期待してなかったんでね、当日別に一番くじ引かなかったんですけど、後々ちょっとね気になってね、ちょうどあったんでね、買ってきましたけれども、いやこれはね、いやマジで想像以上だわこれ。ちょっと刀はね、これね曲がってんだよね。一応ちょっとドライヤーで温めたんですけど、ちょっと治んねえな。
まあいいや、まあ、これは本当ねすごいな、うん、ちょっと補助パーツが透明っていうのがね、いやすげー、この背筋、いやーすげーわー、うん、いやー文句ねーなー、これすごいよくできてる、いやーすげーなー、これ想像以上の出来だわこれ、うわかっこいい、この角度マジかっけえ、なんだこれ、うわすごいな、いやこれは凄まじい、うん、これはねちょっとゾロの中でもお気に入りの部位に入りますねこれね、全然これ自立しないな、参っちゃうな、うん、全然自立しない、一応平坦なところに置いてるんですけどね、ま、全くそれ自立しない、うん、もういっか、はい、まあ、とりあえずねこれはほんとねゾロ好きにはたまらんと思いますよこれね、うん、まあ、結構もうね出て、日にちが経ってるんでね、まあ好きな方はもう手に入れてると思いますけどね、まああとルフィとかねローとかもあるしね、エースもありますね、うん、まあそこら辺もう多分できいいんだろうな、うん、まあ、一応自分はねゾロだけ、まあ基本的にはゾロオンリーですね、ワンピースはね、うん、まああとは出来が良かったら別のキャラも集めるという感じですね、はい、まあドラゴンボールに関してはね、まあほとんど手当たり次第に集めてますけれども、まあ、一応ね、ここで伝えておきますけれども、ね、次多分ドラゴンボールのねフィギュア紹介するときはかなり、すごいものを紹介できると思います、はい。なのでねちょっとこれはねチャンネル登録してねお待ちいただきたいなと思いますね、はい、いやマジでちょっとね自分自身もすごい期待してるんですよ、早く届かないかなーって待ち遠しくて、日夜過ごしてますけどね、でねまあちょっとねさすがに飽きすぎたんでねちょっとねチャンネル自体がね、うん、ここでちょっと一つでも なんかあげといた方がいいかなということでね、うん、まあ、ちょうどいいのが手に入ったんでね、紹介させていただきました。なのでね、次の動画もかなりすごいものを紹介できると思います。ぜひね、チャンネル登録してね、お待ちいただければなと思います。はい。では、今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。